こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。今まで普通に営業していたコイン商を経営がいきなり詐欺に走っています。今までは普通に営業していました。知人が1000万円以上のコインが届きませんと被害者が拡大しています。どう対処すべきか、また予防策はということで、かなりショッキングなご質問というかニュースだというふうに思います。1つ目まずは弁護士、2つ目警察への通報、3つ目信頼できる業者との取引、4つ目リスク回避ということで4つのテーマでお話をしていきます。これ今まではまともに営業をしていたけど、いきなりその知人の方が1000万円以上のコインを買ったけど届かないというもうかなりやばい状況に入っているという感じです。1つ目まずは弁護士ということで、法的アドバイスを受けましょうと。弁護士に相談することで法的観点から適切な対処法をアドバイスしてもらうことが可能と。損害賠償請求、弁護士を通じてコイン商 K に対してで損害賠償を請求することも検討できる。ただ実際にはお金を戻してもらうのが最優先なので、訴訟よりも警察が先かなという感じです。あと証拠の収集ですね。取引に関するすべての証拠、契約書とかあれば契約書、あとメールとか領収書、通帳の取引履歴などを整理し弁護士に相談しましょうと。損害額の算定、コインの購入価格だけでなく利息や精神的な損害なども含めて具体的な損害額を算定する。で、訴訟の可能性です。訴訟を行う場合、裁判の種類や期間、費用などを弁護士から説明してもらい、よく検討すると。弁護士相談だけでも1時間で3万円とか4万円取られるし、なおかつ訴訟をするとなると、その資料の準備とかですね、時間がかかった分チャージされるので、おそらく数十万とか下手すると100万ぐらいお金がかかってしまうかもしれないので、だいたいどれぐらいかかるっていう概算の金額を聞く必要があると。あともちろん弁護士を雇ったからといってもお金が返ってくるわけではないので、ここもよく注意したいところです。2つ目警察への通報ということで、被害届の提出と。まずは最寄りの警察署に被害届を提出することが重要と。被害状況を詳しく説明し、証拠となる取引記録や連絡履歴などを提出すると。捜査への協力、警察の捜査に積極的に協力し情報提供を続けることが重要と。一番有効なのは警察からの捜査だと思うので、徹底的に警察にお願いすると。訴訟と警察の役割、訴訟は民事裁判であり損害賠償を求める手続きと。一方警察は刑事事件として捜査を行い、犯人を逮捕起訴することを目的とするので、こうちょっと差があるわけですね。で、両方の手続きを進めることも可能なので、この訴訟と警察への通報は並行して進めることができる。刑事事件になれば民事裁判にも有利に働く可能性があると。刑事事件でコイン商 K が有罪判決を受けると、民事裁判での勝訴確率が高まる可能性があると。私から言わせると、裁判で勝つとかあまり意味がない。お金がないとお金戻ってこないので、このお金を確保したいという感じです。で、できれば銀行口座をロックできればいいんですけど、これ然るべきところからいかないとロックできないので、もう組織的犯罪みたいなものとか大量に被害者がいるみたいな時に、警察からだと思うんですけど、その銀行口座をまずロックさせてほしいみたいなことができると、そのお金が減らないってことですね。どっかに送金してしまうとか他のものに換金するとかもなくなるので、そこをまず抑えたいっていうことと、そのコインの在庫とかももし持ってるんであればそこも抑えられるので、まずはやっぱ警察に早く踏み込んでもらうのが一番いいかなという感じです。3つ目信頼できる業者との取引ということで、コイン商を選ぶ際は実績や評判などをよく調べ、信頼できる業者を選ぶと。高額取引地の注意ということで、高額な取引を行う際は代引き配送、郵便局の代引き配送だと200万円まで保険がかかると。これ届いてすぐ開けてコインが入ってなければ郵便局に電話してその代引き自体を止めてもらうと、お金すぐ戻ってくるので、そのような感じとか、その場でコインの現物を見て銀行振込をするとかです。これはもう行ってですね、コイン商のところ行ってコインの現物見て今から送金しますって言って、相手が受領したらコインを受け渡してもらうみたいな感じです。
今まで普通に取引していたとなると予防策がないっていうのが現実的なところです。今いきなり1000万円分振り込んどいてコインが届かないから予防策はもうないんですね。対応策はさっきの警察とか弁護士なので、またネットで暴露したりすると雲隠れする恐れがあると。この私の YouTube が問題になるかもしれないんですけど、どっかに逃げてしまう可能性もあるので、なかなかお金を取り戻すことは困難かもしれないという感じです。4つ目、リスク回避。高額一括払いが最も危うかったと。で、古物商の免許をコイン商が持っていれば、その発行元の警察署に相談することも可能かなと。とにかく捜査に入ってもらうべきと。コインだけでなく宝石とか美術品とか刀剣などなどですね、資本や会社の信用が弱い会社との取引には十分に注意が必要と。不動産は銀行が間に入るので安心感があると。まあ銀行さんがお金肩代わりするのが、まあ、不動産だと思うので、まあ、そこがかなり安心できると。また海外のコイン商などもコインを買っても送ってこない可能性、リスクが必ず絶えずあると思うので、ここもかなり注意が必要です。なので名の知れている結構大きなオークション会社であれば、まあ、コインが送られてこないなんていうことはないかなと。でオークション会社っていうのはこの仲介してるだけなんで、コイン預かっていて振り込まれたお金を預けた人に手数料抜いて払うだけだから、お金がある意味なくてもある程度成り立つのがオークション会社なので、まあ、そのようなところからコインを買うようにした方がいいという感じです。あとはまあ資本のありそうな、お金いっぱい持ってそうな業者さんと少額ずつ取引するしかないかなと。まあ、1000万円のコインを買ったという行為は別に悪いことだと思わないんですけど、このように詐欺って別にどの業界でもあると思うんで、確か車屋さんも車買ったけど最後車納品されなかったっていうのもニュースになってましたし、その前だとロレックスの時計のシェアみたいなやつも結局お金だけ払ってロレックスは手に入らなかったとか、様々な詐欺があると。なんとか大家さんっていうのもシェアで不動産を買うけど多分飛んでしまったとかあるので、いきなり大金をまだ名も知れていない業界に突っ込むのは非常に危険なので、そこを気をつけてやった方がいいかなっていう感じです。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひ、ね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄、このようにご質問いただくのが一番ありがたいです。まあ、ご感想とかも書いていただければと思います。動画最後まで見ると QR コードが出てくるので私の LINE に登録することができます。5分間動画を見るとですね、私と個別相談できるようになってます。まあ、基本的にはコインの売買のこととか、ロゴストロンって何ですかとかですね、あと私がやってる謎の6次元の非線形セミナーって何ですかっていう質問でもいいので、まあ、気になる人は個別相談に申し込んでいただければと思います。あと動画最後まで見ると関連動画とかも見れるようになっているので、ぜひ他の動画もご覧ください。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。